こんにちは。こんにちは。アドラファミリーです。本日は昭和レトロシリーズ第2弾。ということで、前回ですね、昭和レトロの自動販売機に行きました。はい、そこでうどんとか、あとハンバーガーとかいろいろね食べたんですけど、今回は初めてちょっとドライブインというところに行ってみたいと思います。いいね、昭和感があっていいね。そのドライブインという響きがいいよ、ね、いや本当に、うん、俺行きたかった。行ってみたかったよね、うん、なんかドライブインっていうのは、うん、あの結構交通量の多いところとかにもあるのかな、うん、でお仕事途中の人が、うん、あの食事をするのに寄ったりとかっていう場所なんだよね。で昔、まあ、お仕事じゃなくても、うん、普通にこうレジャーとか、うん、まあ、お出かけする時とかでも普通に寄って食べられる、ね、ところでもあるよね、うんうん、なんかドライブインとかも数は少なくなってきちゃったみたいだけど、昔はもうちょっとあったみたいよね、うん、あったんだよね、うん、だけど今ほらあのファミレスとかコンビニとかね、うん、そういうほらまあ、コンビニで食事できるところって言い方じゃないけど、でも今結構ほらね、平日とかさお休みの日でもそうかもしれないけど、お昼時になるとコンビニに駐車場いっぱい車が止まってるっていうのは、やっぱり行くとお昼時って結構車の中でコンビニでお弁当買って車の中で食べてるっていう人結構いたりするじゃん。多いよね。そうだから昔はそれがまああの、あまりなかったからね、ほぼほぼなかったからコンビニっていうのはね、ドライブインとかそういう食堂とか、うん、まあ、レストランみたいなところで食べるのが普通だったんだろうけど、うん、まあ、そう考えるとやっぱり 手軽にというか、うん、こういう街道沿いとか国道沿いにある、うん、やっぱりあのドライブインっていうのは食事をするにはやっぱり手軽に食べれるところの一つではあったんじゃないかなと思うよ ね、うん、楽しみだね。楽しみです。だから若い頃からあったはあったんだよ、結構ドライブインって、うん、俺なんか若い頃の方があったんだ。あ、ほんと今よりか、うん、俺でも若い頃行かなかったな行った記憶がないよな。はい、行った記憶ない、うん、じゃあ初めてのドライブインじゃん、ほんとに。そうなんだ、ほんとに初めてですね、うん、いいね、なんかね、醤油ラーメン500円で食べれるらしい。マジか、ワンコインの500円だからそれをね、1個頼めようかなって思ってるのが一つだね。うん、これこそこじゃない。あ、これだ、これか。お、すごい車が。お、すごい、トラックの数も多いし、どこ止める？この先、目的地です。やってるってのがいいね。はい、到着です。到着です。はい、ということで来ました。来ました。メニューが多分赤いやつです。あたす。うん。これは定食系ですね。定食。あ、これじゃ焼肉定食。あ、本当？インスタの違う？うんうん、これが焼肉定食、うんうん、焼肉定食、うん、とか、うん、あとはあ、こっちも定食だ。そう、サバの焼き、これ魚とか。あ、そっか、うん、肉うまみとか。へぇ、単品もできます。あ、こっちも定食、定食多いね、うん、定食多いね、こんな感じと、あと、あ、これ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 、うん、本当だこんな感じで、うん、ありますね。あ、こっちはスープ、うん、多いね、多いね、すごいね、つまみ系もある。あ、本当だ、ね、お酒飲んだりとかする人も、ね、ですね。ドライバー以外ね。ドライバー以外当然じゃあとりあえず食べましょうか。はい、食べましょう。何ですか。あ、どうしよう。あと、あそこにも書いてある。ほんとだ。おー、ウズラフライ。ウズラフライでもらおうか。何にする。これ、豚肉味噌炒め中食。お、いいね、うん、ということで、大体来ました。ママのはね、また後で来ます。ということで、まずこちらが醤油ラーメンです。美味しそう。
そしてこちらがカツカレーですね。ということで、はい、パーノは豚肉の味噌野菜炒めみたいな感じですよね、うん、そう、いやなんか目玉焼きがあったのが200円ぐらい、これで頼んだの190円かな、190円、うん、2個のいいよね、最高、うん、お味噌汁とご飯と美味しそうです。でママさんがあんかけ焼きそばの醤油味です。はい、それではそれではいただきます。いただきます。うん、生焼き、わあ美味しそう、いつもだ、うまくいく試しがないと、どう、香り一生懸命美味しさを表現してる、多分美味しいって言ってます。美味しい美味しい。ゆうたくん、カレーだって。美味しい。カツ甘めの、甘めのカレーなのかな。じゃあカレーのその器がいいの、ね、うん、そのジンの。カツもサクサクでうまい。本当、うん？この目玉焼きがいいな。うん、なんかさ、ラーメン麺ほぐしたらめちゃくちゃ量がいっぱいある、うん、量多いって嬉しいよね、うん、うん、麺が太くて、うん、ツルツル系、本当、素朴な味わいで美味しい。あ、いい。いい。500円だよ。マジで。ワンコイン。これうまいわ。うん、いい味。いいね。うん、いいね。美味しい。うん、目玉焼き好きだよね、うん、目玉焼きとか卵焼き好きなんだよこれ、最高これ、こっち方面来たらまた来たい、うん、美味しいね、うん、美味しい、あ、目玉焼きがいいな、目玉焼きトッピングできるのがすげえいい、うん、うん、こういうのが好き、うん、ありがとう、まあこれはもう本当にご飯が進む味、ね、うん、本当だよね、最高に美味しい、うん、何買っても美味しい、うんうん、やばい、俺これご飯おかわりレベルだ、もらおうかわり、うん、カラジョンさん全然知らなかったな、全然知らない、ありがとうございます、ご飯おかわりいただきました、大きい大きいね、いつごと大きい、大きい大きい、うん、あったまってきた、うん、ね、またいろんなお店行くといろんな味知れていいんだ、ね、うん、どうそれ言った、美味しい、イントネーション、うん、うまいね、次これにしようかな、次来た時とか次来た時これにしようかなって、次食べる、うん、てか次来ることも考えてる、うん、え、だけど人間そうらしいよね、うまい、食べてる時にも、うん、なんかそう言葉にしなくても、うん、なんかそういうのあるらしいよね、そう、これだけメニューがあるとさ、うん、毎日でも通いそうだから、本当だよね、うん、1ヶ月ローテーションで飽きないで食べれるよ、うん、次何食べようかなみたいな、うん、本当、それだ、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、美味しかったね、美味しかった、ヤッキーです、美味しかったです、すごい美味しかった、すごい美味しかった、また来たいと思います、また来たい、はい、また来たい、ドライバーのオアシス、本当に美味しかった、美味しかった、ご飯おかわりしよう